コンチェスクです。犯人は僕ですっていうゲームやります。やっていこう。というわけで、青木に監禁されてゲームオーバーになってからのちょっと録画失敗して最初からもう一回やり直してます。で、このバスルームが多分青木なんだけど、君思うほど狂気感じてイエイエイって歌ってんだけど、ちょっとまだこの正体が誰だろうっつって確かめられてないんで、ここで会議に行っちゃったんだけど、このアイテムが3つの段階で行って失敗しちゃったから、多分まだなんか必要なんだよね、きっと足りないんだよ。で、この青木の部屋がまだ調べられてなかったんだよね。だからちょっと青木の部屋に行って、これどうにかしてこの金沢をどかさなくちゃいけないと思うんだよね。何度来てもどかねえぞ。あれ、セリフ変わってる気がする。別に追い出したいわけじゃないよ。にしてもおっせえなあ、青木はどこにいるんだ。風呂だよ風呂。あいつ風呂投げんだよな。モテる男はそっから違うのかな。じゃあさっきの鼻歌は青木か。ああ死ねるな。死ねるなって何がで、退屈すぎて死ねるってことか。金沢退屈そうだな。どうしたんだよ。どうしたもこうしたもねえよ。俺が何のためにこの旅行を提案したと思ってんだ。確か親睦を深めるため。アホ、そりゃ建前だ。女子と無夫婦な展開になる以外何があるんだよ。小学生じゃねえんだからよ。無夫婦って無夫婦ってなんすか。殺人事件が起こった今じゃとても無理な展開だな。悪いな金沢。スミレか緑、どっちでもいい。なんかこう恋愛的な発展を望めねえもんか。変わり身早。下駅からの切り替え早すぎだろ。だからさ、俺が留守番変わるって。その手には乗らないからな。俺はな、約束は守る男なんだよ。ダメか、また取ってこよう。なんかどかす方法がなんかありそうだな、どっかに。あと話聞けてないのって、緑はなんか付き合ってるとかいう情報を教えてくれて、話せてないのスミレなんだよね。こいつ無視してんだよずっと。スミレ、あ気づいた。スミレが床にオーディオプレイヤーを落とした。その衝撃でイヤホンが抜けてしまったみたいだ。会えないで会えないで狂える、君思うほど狂気感じて、いえいえ。これさっきのやつじゃん。あれ、この歌どっかで。何、あんたいたの。ああ、その曲好きなのか。来たのマナね。何、あんたも好き。ああ俺もかなりのファンでさ。キモいんだけど。え、男が女の歌聞いてとか気色悪いっつーのつーのって、なんかすごいジャイアン口調なこいつ。え、でも青木は好きみたいだけど。は、あんた何バカなこと言ってんの。青木が好きなわけないっつーの。青木と私が共通で好きな歌手はかっこよくてイカチー、角ザイルだし。角ザイル、確か角材を肩に担ぎながら踊る男性ユニットだ。倍率高くてやっとチケット取れたんだよね。青木と二人でライブ行くの超楽しみ。そんなことよりさっきからオーディオプレイヤーが止まってるけど。あ、最悪だし。ちょっとマジやめてよ、ろくな娯楽ないんだってのも。ねえ、あんた直せない。え、無茶言うなよ。あ、そう、じゃあ出てって。スミレのオーディオプレイヤーが壊れた。おし、これを金沢に。壊れたってよっつって、なんか代わりのもん貸すか、直してあげるかしてあげたらいいんじゃない。金沢が、金沢、またお前かよ。青木かと思ったじゃねえか。いい加減にしろ。期待させて本当にごめん。あ、そうだ、金沢って機械に強い。あ、機械なもん興味ねえよ。見るからにそうだよな。ならいいんだ。スミレがさ、オーディオプレイヤー壊したみたいで、助けてくれたらお礼するって言ってたけど、お前は機械ダメみたいだし、赤いにでも。待て。金沢が急に真面目な顔つきになったぞ。
今すげえ機械に興味出てきた。そんなにわか仕込みでどうにかなんとか。あとは俺が引き継ぐ。じゃあ留守番頼んだぜ。金沢は俺の背中を叩いて走っていった。男の約束が聞いて呆れるな。さあ今のうちに部屋を物色させてもらおう。よっしゃー、青木の部屋が見れるようになった。よっしゃ。ポテチとスーツケースのレポートは見たから、なんでこんな部屋散らかってんだろうね。これはスミレが取ったチケットだ。カクザイルって言ったかな。ああさっき言ってたやつか。今若者に人気の歌詞だ。角材を振り回すパフォーマンスが有名だけど。何それ、いかち。俺には魅力がわからない。いや実際見たらかっこよさそうだな。なんか危なそうだけど、ただチケットのこの扱いどう見ても好きじゃないよな。あーなんかくしゃくしゃなのか。若者に人気の歌手角材のチケットくしゃくしゃにされ捨てられていた。捨ててはないでしょ別に。ベッドのところ、これはウィッグと洋服。やっぱこいつオカマちゃんなんじゃねえの。女装癖か。付き合ってはいるんだよね女の子と。じゃあ女装癖があるのか。白雪が着ていた服とそっくりだ。あーさっき幽霊見たっつってたのもやっぱこいつだ。どうしてこんなもの青木が持ってるんだよ。ウィッグとレディースの服。わーお、これはもう揃ったんじゃない、決定的じゃない、これもしかして手帳決定的でしょこれ。もういけちゃうんじゃないかなこれで。多分これで証拠揃ったと思うんだ。あさっきのあれどうなったんだろう。オーディオプレイヤーを直しに金沢が言ってるのを見てなかったんで見に来た。スミレと金沢がオーディオプレイヤー相手に格闘している。邪魔すると悪いのでそっとしておこう。え、あこれだけ。これしかないのか。じゃあもう証拠品は多分全部揃ったと思うんで、ちょっと会議にじゃあ行くかな。戦いに行こうかな。多分合ってると思うんだけど、最初からやり直したからね。ちょっと多分このアイテムで大丈夫だと思うんだ。メモ帳を、スミレの化粧品や洋服について、廃棄 DVD、イチャイチャしてるやつね。で、ペンライト、これは赤いのだっけ。で、このウィッグ、カツラと女物の服と角材のライブチケット。多分これで大丈夫だと思うんだよね。うん。よし、会議始める。今日も夜になると全員がリビングに集合した。もはや習慣になりつつあるこの会議で、毎回俺が責められるのは習慣になってほしくない。みんな今日で3日目だ。警察が来るまであともう少し。ここが踏ん張りどころだぞ。残りの日もみんなで力を合わせて乗り越えよう。いい感じに団結力が高まってるな。今のところ白雪殺しの犯人探しをしようという雰囲気は感じられない。青木が今朝のことを忘れてくれているとありがたいんだけど、まあそれはないっす。白雪の件で何か進展はあったのか。だからお前は余計なことを言うなっての。金沢は探偵ごっこをするのは飽きないね。探偵ごっこじゃねえよ。ただ何か変わったことがあったか聞きたかっただけだ。スミレの言う通り、俺も探偵ごっこはもうやめたい。これ以上みんなで疑い合うのは良くないと思う。お互いに疲れるだけだ。よかった。だから俺が白雪の事件の真相を全て暴いて、探偵ごっこは今日でおしまいにする。結局今日も探偵ごっこするんじゃないか。ひとまずこれまでの状況を整理しよう。白雪が殺されたのは夜中と思われる。夜飲み会を解散した後はみんなそれぞれどこにいたかを証明できない。分かっていることは、何者かがバルコニーから白雪を突き落としたということ。まあそれもあんま確証を持ててないけどな。バルコニーから突き落としたっていうことは確かなの。ほぼ確定だ。ほぼ確定ってなんか日本語おかしいっす。どうして確定なのかということについては、最後に白雪に会っていた人物に聞こうじゃないか。なあ黒田、いやいやいや自分で説明しろよな。
みんなの視線がいつにも増していたい。青木は俺より圧倒的に人望のあるやつだからな。青木の発言の信頼度は段違いだ。お前あの晩白雪と会っていただろう。どうしてそう思うのか。どうして俺が白雪と会っていたと思うの。白を切るか。じゃあ教えてやろう。今日黒田の部屋で白雪が使っていたグラスが見つかった。そしてバルコニーにも一つグラスが残されていた。それはおそらく黒田のグラスだ。いやそんなのわかんないじゃん。黒田はあの夜白雪とバルコニーで会っていたんだ。俺の推理では黒田と白雪がバルコニーで会った後何かトラブルがあったんだ。そして黒田は白雪をバルコニーから突き落とした。白雪を突き落とした後黒田は間違えて白雪のグラスを部屋に持ち帰ってしまった。どうだ、何か反論はあるか黒田。青木の推理は間違っていない。でもここで引くわけにはいかない。前から一つおかしいと思っていたことがある。その前に一つ聞きたいんだけど、どうして俺の部屋のグラスが白雪のものだと分かったんだ。そんなの簡単だろ。口紅がついていたんだよ。そこがおかしいんだよな。口紅なら他の女子もつけているだろ。なんですぐに白雪のものだと断定できたんだ。そりゃ見ればすぐ。え？いや勘だよ勘。今一瞬焦ったな。なぜ口紅が白雪のものと分かったのか。これは化粧品のメモ帳。もしかして青木化粧品に詳しいの。そんなわけあるか。ふーん。あ、服にファンデーションついてる。え、やだ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 ここの下り好きだな5本。口紅は消去法で白雪だと思ったんだ。スミレはあんな口紅は持っていないからな。スミレの口紅はわかるんだ。まあ緑のかもしれないじゃないか。緑はいつも口紅をしていないだろう。私もたまにはするよ。とびっきり派手なやつだね。ああ、キャバ嬢さんだから。とにかく黒田の部屋のグラスが白雪のものだということは間違いない。お前はバルコニーで白雪に会ったんだろう。確かに白雪には会ったよ。ただ白雪にはみんなの前では話せない相談があったんだ。この展開うまいよね。なんだよ、まったいぶらずに早く言えって。もう一か八か。言ってやろう。青木と白雪のあの関係について。で、これがイチャイチャ DVD と。ちょっと待、もう遅い。白雪がしてきた相談は、白雪が青木と付き合っていることについてだ。はぁ、でたらめ言うなよ。本当だよ。なんならこの DVD を見せてもいい。それは、ここに青木と白雪が、それはもうイチャイチャしている映像が収められてある。それはもうって。そんな、本当なの青木。野獣ざまあ見ろだ。あれ、なんでスミレがあんなに怒ってるの。え、わざと。わざとって何が。こいつ本当に気がついてなかったのか。スミレと青木は付き合っていたんだよ。マジか、気がつかなかった。鈍感にも程があるだろう。え、でも青木は白木と付き合ってたんじゃ一から説明しないとダメか。だから二股してたんでしょ。すまんスミレ、俺は白雪とも付き合っていたんだ。白雪でしょ、あいつがたぶらかしたんでしょ。あのクソ女、二度と口を聞けないようにしてやろうか。怖っ。白雪はもう二度と口を聞けないようになっているんですが。スミレ、落ち着いて。ちょ、みんな一旦部屋に戻ってくれ。ここは青木とスミレで一度話をつけてもらうしかなさそうだ。みんな部屋に戻ろう。スミレ、話せばわかる。元はといえば白雪が。じゃあ俺はそそくさと部屋に逃げさせてもらうよ。ここまではいいんだよね。ここまでは確か前回も行けたんだよ。まあなんかミスったような気もするけど、確か行けたんで。この後なんだよね。なんか急に問い詰められて、なんか捕まっちゃったんだよ。一応白雪の話題はうやむやにしたけど、完全に口止めができているわけじゃない。次の手を打たないと。ココン。黒田、ちょっといいか。青木。ちょうどいい。眠く手間が省けた。スミレは落ち着いた。
いや、とりあえず部屋に戻した。それより、お前への話はまだ終わっていない。みんなの前で話すのは無理だと思って直接話しに来たか。話って？とぼけるなよ。白雪を殺したことについてだ。確かにバルコニーで白雪には会ってたけど、殺してなんかない。嘘つけ。バルコニーで白雪と何かトラブルが起きたんだろう。白雪はしばらくして部屋に戻ったがいいかな。これは、そうだな。白雪は俺としばらく話した後部屋に帰ったよ。白雪が死んだのはバルコニーなんだぞ。バルコニーにいないとおかしい。うん、だから俺が部屋に戻った後また戻ってきたんじゃないのかな。多分グラスを忘れたのに気がついて、そしてその時に。なるほど、筋は通っている。ほとんど確定なんだが、決定的な証拠が足りないな。それ確定じゃねえじゃねえか。なあ青木、青木は白雪のことが本当に好きだったのか。な、白雪悩んでたぞ。私は遊びなんじゃないかなって。そんなこと言ってないけど。本当なのか白雪。もしかして白雪悲しくなって自殺したんじゃ。そんなはずないわ。わ。いや、青木混乱してちょこちょこ変なこと言ってるな。青木ってちょっと女子っぽいところあるよね。急に何言ってるんだ。北野真奈とか聞いてそう。俺が好きなのはガクザイルだ。へえ。なんだよ。青木は絶対にガクザイルには興味がない。ガクザイルが好きじゃないことを示すには、くしゃくしゃになったガクザイルのライブチケット。ガクザイルに興味がないことは知っている。ライブチケットがくしゃくしゃに捨てられていたよ。なんで知っている。それに北野真奈の鼻歌を歌ってるのを聞いたことがある。この盗み聞き野郎。女子っぽいっていうのはそれだけじゃないんだ。というか女子っぽいを超えているというか。そういえば青木の持ち物に変なものがあったよな。あれで青木の趣味暴けるはず。これでウィッグとレディースの服、これ前持ってなかったんだっけかな。これで失敗しちゃったんだっけ。これを突きつける。青木ってさ、ちょくちょく変な言葉遣いになってない？何のことだ。赤井がさ、白雪の幽霊を見たんだって。いつ？どこか青木にそっくりだったって。そんなこと言ってないけど。いや、あのウィッグとワンピやめて。聞いてるぞ。これで終わらせる。まさかあの青木に女装趣味があったなんてな。いやし、静かに。やめて、言わないで。もう落ち着けって。え、これいいんだよね、成功だよね。まさかこんなお釜に殺されることはないよね。疑惑ゼロパーだから多分大丈夫だよね。どうした。誰にも言わないでよ。わかった。約束よ。約束だ。約束するから上目遣いはやめていただきたい。あのさ、少し気になったんだけど、女装趣味なのに彼女はたくさん作るんだね。ああ、それね。スミレも白雪も見た目は可愛かったじゃない？おねくちょはもう隠さないのかよ。彼氏になったら女子力を参考にできるかと思って。じゃあ何、偽装彼女的な？あ、まあでも一応あれか、本人に気づかれないようにちゃんとは付き合っていたのか。なるほど。それでグラスの口紅もすぐ白雪のだって分かったの。ああ、そういうことだったのか。何にせよ今日のことは二人だけの秘密な。ああ、男同士の約束だ。そうだな、男同士の約束だ。やったぜ、成功、クリア 100%、 イエーイ。なんとか青木も黙らせることができた。青木の秘密が女装癖だったのには驚いたが、それにしても日に日に俺への追求が厳しくなってきている。そろそろ逃げ場がなくなるんじゃないか。いや、弱気になっていてはダメだ。絶対にバレないようにするんだ。ディリリリリッティッティ。起床時間になりました。次の日へ。
4日目、警察が来るまであと1日。